今や震災を知らない市民が4割を超えるに至りました。時が流れ、人や町が変わっていくことは避けられないことですが、あの震災やその後の神戸が歩み続けた道のりを私たちの記憶に、心に留めることができます。今を生きる私たちの責務は、あの震災を風化させることなく、鎮魂の気持ちをいつまでも持ち続けるとともに、震災の時の対応やその後の町の再生のために取り組んだ経験や知識、そして何よりも思いを継承していくことではないかと改めて強く感じます。神戸の町は国内外から寄せられた多くの皆様からのご支援のおかげで、